男の子が持ちそうな感じよね。え、なに、誰？はい、5ページ目、ステージ21、バーテンダーに。お、こっちの男の子が、あっち、あの男の子におごるってこと？あ、そういうわけでもないんか。なんだ、バーのマスターか。とりあえずもう一回これピカピカにしといて、また止めて、え、でもこれあれじゃない、この男の子が飲むんじゃない？この子消えてくれんかな。この子ちょっと消えてくれんかな。バーガーセット、ステーキ、カレーライス、なんか流れてきた。カレー、ごちそうさまでした。おっと、あ、でトイレ行くんじゃない？え、そんなことないの？そんなこともないの？売り切れ。いっぱい食べさせてトイレに行かせたらいいってことかな。ステーキ、はい、ごちそうさまで、あとこのバーガーセットも。フォークとナイフで食べるのめちゃくちゃ上品だね。え、で、いっぱい食べたけど、いっぱい食べたけどさ、え、トイレ行きたくならないの？トイレ行きたくなれよ。あ、なるほど、2人分、女の子だけにいい格好するわけじゃなくって、男女問わずいい格好ってこと？あ、なるほど。これで OK？ あー、めっちゃイケメンやん。なるほど、そういうことね。女の子だけにかと思った。なるほど、なるほど。はい、ステージ22。荒野の決闘。ガンマンや、ガンマン。これは打ち合いに勝てばいいってこと？クール&ワイルド。さっきの転がり寄った星草なんか関係あるのかな？でももうあの草は何もないんですよね。で特に別に何かできるようなものも、特に取れるようなものもないんだが。これはもう行くしかない感じ？やっぱあれ取っとかんといかんかったんかな。え、何？え、普通に何？リズムゲー的な感じ？え、そういうこと？待って、最初のあの草草気になる。タップできんかった、別に。めっちゃついてく。めっちゃ怖いやん。ワイルド、ワイルド。え、初めてクールじゃなくてワイルドになった。あ、なるほど、クール&ワイルドやけん。え、じゃあクールにもなりたいんだけど。今のワイルドっていうかめっちゃ嫌なやつやったけどね。クールになるには普通に内側に勝たんといかんってことかな。私が頑張らねばいかん感じ。オッケー。グー、クール、やった。ワイルドパターンもあった、すごい。すごいね、なるほど。で、ステージ23、ソロコンサート、バイオリン。へえ、いいとこの坊ちゃんなんかね。でも観客おらんよ。え、なんか、なんかこの2人だけ毛色違くない？え、別に関係ないんか。これなんかそれぞれさ、あ、なんかギターとかかき鳴らしたらこのパンクっぽい人を喜びそうな。ピアノ、なんなんやろ、色？空
そこのさ、このロッカーも色なんやけど、押したらさ、この扉が開くとかいうことは別にないんかな。別になさそうだな。なんだなんだ。いや別にこれなんか取れそうなものとか、いやないな。ギター渡せんか別に。これはハープでバイオリン、ハープバイ、どういうことだ。まずギター、あ、見て出てきた。あ、これでそういうこと。え、これあれやろ、ちょ待って、どれや、これか、これで OK ってこと。何の音なんか全くわからんけど、誰、え、怖い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 、なんか誰か出てきたんですけど、一応これでここの鍵が開く。おなんかロックな感じの出てきた。で次、あ、すごいすごい、おー出てきたよ。でまたこれを演奏、よし、これでまた鍵誰だよ、だから結構でかい人なんだけど。おー、ドレス出てきたよ。これはどれが正解なんだろうか。どのか、え、なに、ね、頭、もしかしてカツラがこの中に入ってる感じ。ちゃんとつけとかないとダメじゃないの。オッケー、はい、これで全部開いたよ。あれ、カツラないやん。結局ないんやけど。どういう。でも何、これでどうすればいいんやろ。この格好になればいいんかな。なんか出てきた。なんで出てきたん。なんか頭音符みたいになっとるしね、あったよこれ。で、ちょっとかっこいい感じになった。待って、他のは、でももう他のやつどうにもできんのか。どうにもできんっぽいな。じゃあもうあれかな、これでいいんかな。おお、できたできたできた。でもみんなそのカツラがめちゃくちゃ気になると思うけどまあでもクールなんやね。はい、ステージ24、原始時代。原始時代のクールってなんだ。火を起こしたい。火を起こしたい。今一応これ頑張りよるところなんやろ。で、なんかメガネ取れたんですけど、あ、メガネで、ちょっと待って、メガネで、ただそのメガネをどこに置けばいいのかがわからんのだが。どこに置けばいいんだい、このメガネは。
これでどこにも何もできないぞ。このまんまスタートしたら、日が暮れてきた。どこから出てきたんだよ。絶対反射やと思うんやけどな。まずこれをやって、途中でもいける？いけないのか。これで。無理だな。待って、ヒントヒント。理科のお勉強、あるものに太陽の光を使うと火が起こるよ。あるものを主人公に持たせよう。手に持てば大丈夫ということ。なんか途中持っとったよね。顔にかけるんじゃなくて手に持つ。これで木の棒は必要ないんだな。うわ、あっという間じゃねえか。いいな、ああいうお肉食べたいよね。がっつり。はい、ステージ25、クッキング。なんか後ろで覗きようんやけど。本日のメニュー、これか。まずご飯、ほかほかのご飯、そして卵、卵、卵かけご飯ですか。そういうことですか。あ、そっちにもあった。そんなことにはならんやろ。まあ、卵かけご飯が出てきてがっかりはわかるけど。なんかめちゃくちゃいっぱい牛乳が入っとんやけど。待って、本日のレシピは、じゃあ本日のメニュー、でもあれやな、でもこの通りに作ったら卵かけご飯じゃない、普通に。カツ丼。これ以上のこと書いてないよね。カツ丼の具。じゃあちょっとこっちの、はい、これで卵を、できんくない？卵。ああ、いったいったいった。ゆで卵？要は一品だけじゃないよってことかな。はい、でこれが、ご飯とカツ丼の具。こんな感じの、この子が食べたいのはこれや。全然違うのしか作ってない。カツ丼食べる？どうぞ。
あ、なんかもらえた、ありがとう。で、あの子が欲しがっとったと、卵と、ね、牛乳と小麦粉。何これ、パンケーキってこと？おお、すげえな。あ、でさっきもらったやつに、え、待って、え、これは、え、これはホイップ、え、え、ないよ、ホイップはな、ないんですけど。え、最後のクリームだけないんだけど。クリーム持ってない？あ、これ、あんなとこに。はい、最後これ絞って完成。あ、これでいいんか。完成してよ、やっと。結局全部作った。余計なものまで作った。これで OK？ あー、よかった。この子はいつでもどこでもおるんやね。はい、6ページ目、ステージ26、ウイルス撃退。あ、ウイルスってパソコンのね、インフルエンザとかそういうことかと思った。ウイルス撃退。ん？なんかつけたけど。お、なんか出てきた。これでウイルス撃退できる？できるんかな？できたんかな？どう？大丈夫そう？誰？え、なに？なんかミニゲーム始まったんやけど。ウイルス撃退ミッション。遊び方、ボタンをタップしてウイルスを撃退しよう。ゲージが 100% になるまで持ちこたえるとクリア。ほっ。あと、スネオみたいなのが出たら、注射で攻撃。ジャイアンみたいなのが出たら、何あれ、矢印で回避。静香ちゃんみたいなのが出たらじっとしていよう。ボタンを間違えたり判断が遅いとダメージを受けるよ。ハートが全部なくなるとミッション失敗になるよ。何、急に難しいんですけど。なんか何、急に難しいけど、どうした？これ色で判断できるんかな？ボタンはどこに出てくるの？あ、なるほどなるほど。はい、注射で撃退。これで回避、マトリックスやん。言うてマトリックス見たことないんやけどね。こういうのをなんか芸人のネタで見たことあるだけみたいな。え、今のダメやった？私押してない？遅かったってこと？あと1個しかないよ。びっくり。めっちゃクリアン、女の子。あ、ミッションコンプリートした。よかった。ギリギリ耐えた。これで撃退？あー、よかった。あ、でも一応、ハートの数は関係なくクールなんやね。オッケーオッケー。ステージ27、アンバランス2。お、あ、そういえば1やったんやっけ、あれ。ここに来てようやく来た、アンバランス2。何あの子、なんか、念送りよる。え、てかめっちゃ高くない？もう今回は窓も開いてないね。え、あれ引っこ抜けるんかな、普通に。アローベータ。瞬間接着。接着させたらダメじゃね。え、いいの？ですよね、ズルだよね。それはダメよね。でも何かしら接着するの、これ。別に関係ないのかな。今回は最初しまっとるけど、別にそこから何かをする必要はなさそうか。
普通にやってもまあそうなるよね。どうするんやろう。逆に窓開けとく。逆に、いや関係ないか。そのまんまよね。じゃあなんだ、この接着剤どっかに使うんかな。接着剤、でもつけれるようなとこ別にないよな。なんだ、とりあえずまあアローベーター回収しておいて、で他になんか取れそうなもの、ん？ご飯、なんか酢になった、めちゃくちゃ酢になったんやけど、ごめんね取り上げて。いやごめんね、これご飯あげるとか、いや関係ないか。接着剤。待って、なんだ、ご飯何の関係があるんやろ。とりあえず取れるもの全部取るけど、この虚無の顔よ。でもこれで終わりよね。また食べだした。接着剤別に関係なさそうやな。ご飯、学校に犬が現れたならみんな注目するに違いない。やっぱ犬が関係あるのか。でも何、これでこっち側に犬を呼べばいいってことやろ。食いしん坊の友達が別の場所に座ってくれたならロッカーが全部調べられそう。別の場所に、手前ってことかな。ちょ待って、でこっち側に置いたら、おー、そこまでして食べたい。そんな、あボールこれに入れれるわけじゃないんか。ボール取ってこーい。で犬が、で犬がおる。で今のうちにくっつける。おお、めっちゃくっつけたやん。でオッケーってこと。でもこれ次やる人わかるよね。一人でやりよんじゃなかったらわかるよね。なるほどね、豆ご飯そういう風に使うんね。はい、ステージ28、応援合戦。1本目、2本目、3本目って何やろ。何か取れそう、いや、何も取れそうにないな。何も取れそうにないけど。どこにも行けんみたいやし。リズム対決。応援合戦、リズム対決。遊び方、丸。ピンクの丸が青い丸の位置まで流れてきたらタイミングよく指ボタンをタップしよう。どっちのボタンをタップしても OK。 各試合が終わるまでにゲージを緑色にしよう。対決は全3試合全てに勝利しよう。リズムゲームは苦手なんだって。はい、1本目。一応クリアね。パーフェクトではなかったけどクリアね。オッケーオッケー。帽子ああいう感じにしとる男子おったよね、小学生の時。これもしかしてさ、上方向からも来る感じじゃない。待って、全然ダメなんですけど、びっくりするぐらいダメなんですけど。恐ろしいほどダメなんですけど。
これ最終的に勝てばいいってわけじゃなくて全部丸じゃないといかんってこと？あー辛い。さあ2本目来い。でもこれさ、あの耳に聞こえてくるのと流れてくるあの丸リズム違くない？ちょっともう合わせてほしいんやけど。押すのよりも遅く聞こえるよね。から急激に変わっていくやつ。あー思うんやけどさ、リズムゲームしながら喋るって絶対無理じゃない？自分の声邪魔ってなるもん。え、リズムゲームしながら喋る人ってどうやって喋るやん？リズムゲームの実機を見たことないけんしよる人おるんか知らんけど。え、でもおるよね多分。あーあ、でも緑になっとる。やったよ来たよ。うん、よかった。ふう、なんとか。はい、ステージ29、ヒロイン救出。何から？あの男の子から救出ってこと？めっちゃ斜めなんやけど。何これ、掲示物貼っとった後？この辺あかんのか。んー、ホース。何？タケコプターじゃない。何も入ってないね。え、洗剤ゲットしたけど。お、つるっと滑ってこける。なんだ。あ、これこれつけたら飛べる。オッケーオッケー。でこれを操縦。洗剤足さなくていい？これひねって、え、でもこれはあれよね、女の子もびしょびしょになるやつよね。これで撃退できる？あ、これで、え？なんか連れてかれたんですけど。でも水で行くとさ、女の子もびしょびしょになってしまう気がするんよね。え、絶対そうよね。で、この辺あかんやろ、別に。どうぞ。洗剤でなんだ、どうすんだ。それ自分が滑るだけじゃねん。綺麗になったけどめっちゃ。水か、やっぱり。待って、水。水をぶっ放す。それたる単に男の子が女の子かばった感じにならん。あっちのさっきまで困っとったやん。なんだ、無理な体勢で壁ドンしてるあいつ、もしも欲がツルツルしてたなら。え、男の子に直接渡すんじゃなくってあっちの男の子に渡せばいいんかな。渡すというか使うというか。じゃあこの、あ、これ洗剤じゃなくてワックスやったんや。え、できんくない？え、できんくない？え、どうすればいいんすか？だってこのモップ取れんのよね、別に。それくれないですかね。え、待って待って。
いや、これで持ってここに無理なの？ワックスと何かを組み合わせるのかな。飛ばんよね。待って待って、ヒントヒントヒント2。はい、ヒント2、掃除よりおもちゃで遊びたいお年頃、イガグリ坊主におもちゃを渡してみよう。あの子にリモコン渡すってこと？ちょ待って待って、ではいどうぞ。あ、でモップゲット、これでいけるってことじゃない？ワックスやって塗り広げる。足元てめっちゃ滑ってった。これでいけてはない気がするけど、なんかより一層変なやつに捕まった感が。はい、ステージ30、伝説の剣。急にファンタジーな感じになったね。なんか後ろめっちゃ光よる。なんやろこれ、関係ないんかな。なんかブブーって言った。魔法の杖ゲットしたよ。この子が持ちそうな感じよね。え、なに、誰？え、誰？なんか急激に現れていいとこ持ってったんやけど。え、絶対今まで一緒に冒険してきた、ねえ、思い出的なのないよね。ここのひびは？あ、なんか。え、なにこれ？キモいんだけど。キモいんだけど、これ何？身につけるの？絶対違う。え？確実にめっちゃ悪役みたいな感じになったけど。これでこれ持つ？違うか。え、ただのモンスターよね。なんだ？普通には取れるんかな？どうなんやろ？普通に、取ろうとすることもできんのやけど。え？で、これで、ん？別にどうもできんな。なんなんやろ？とりあえずスタートしてみたらどうなる？抜けない。かっこ悪。でも横行けんかったよね別に。ヒント1、扉のダイヤは何かと同じ配置になってるよ。なんか順番に光っていきよんよね。なんなんやろ、どれと同じ配置？順番に光っていきよるってことは分かったんやけど、あ、待って、これ、あれだな。な、ここ、これや。で、次は？ここ、ここ、ここ。なんか開いたよ。下に行ける。ここであの変装が必要なんや、骸骨の。何？骸骨の家あれ。で、これで、はい。これ来て、で、こういうこと。で、下に向かいます。何？これ。テレビ。なんかボタンゲットしたけど、この色は別に関係ないんかな。え、あいつはどこ行ったの？これ？スタート。
え、できたんかな、これで。あ、抜けた。おー、なんであのボタンはめたら抜けるようになるんか全くわからんねえけどまあ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 。お、あ、最後エンド、ゲームスタート。何とかも別に何も。何、大人になった。ステージ31、プロポーズ。あの女の子かな。あ、指輪がないよ。指輪、え、指輪ないよ。どこ1。え、何、別に何もなさそうだな。あ、なに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 、めっちゃ日にち。あ、これ指輪あ、そういう、はい、指輪。で、いける待って、なんで半ズボンそこを普通にスーツにしようよ。あ、でも一応コングラチュレーションズ、いけたのか。あ、そして大人になってもやってくるんやね、この子のって男の子がこれ今までのキャラクター勢ぞろい。なるほど、なんかもうすでに懐かしいっていう感覚になっとるね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、あれなんやね、最終的にただの勘違い男っていうわけじゃなくって、本当にちゃんとあの女の子を射止めたんやそこがすごい意外やったんやけど、まあハッピーエンドってことで。